にちは。こんにちは。まあ、いよいよ、はい、今年のプロ野球もクライマックスを迎えたというかね、まあ、試合はもう完全に終わってんだけど、はい、いろんな賞が発表になったり、うん、してきたよね。そうです、まあ、それを目指してたわけじゃないけども、うん、一生懸命やった結果がどの賞に輝くかというね、はい、選手としたらやっぱ名誉だよね。そうですよね。あ、名誉名誉。いや、中でも、はい、新人、あ、新人王というのは、はい、ある一定の期間でしか取れないわけじゃないですか。まあそうだね。だからそこを取れるか取れないかっていうのも、うん、やっぱり皆さんね、うん、取りたいなって。そうだね。宇多川さんもやっぱり思いましたか。いや、俺らの時は、はい、その一軍に入るのがどうなのかなっていう、うん、だからもういきなり試合に出れるっていうふうには思ってなかったし、はい、だから、あ、ベンチに入れた、一軍開幕で迎えられたっていう、まあレベルが低かったよね。ああ、で、対抗馬に原辰徳というさ、はい、我々の世代のスーパースターがいて、あ、やっぱり開幕スタメンから行くんだっていうような、あ、まあ彼が取るんだろうなっていうね、そういう思いで見てたから、はい、だから新人王っていうことは全く考えたことはなかったね。あ、そうだったんですね、うん、もうそれよりも一軍のベンチにいるとか、一軍の試合に何試合出るとか、うん、もうそういうのが必死で、はい、あ、やってたから、もうその賞なんていうのは一生に一度しかないとかさ、うん、いろいろ考えるけど、言うけど、はい、まあ一定の期間しかないとかね、うん、言うけども、まあそんなことは考えられなかった。まずはベンチ、うん、まず一軍で、だから新人王を取れる人っていうのはすごいよね。そうですよね。やっぱ実力的にはやっぱすごいと思うよね。そして今年の新人王が発表されたということで、なったか、はい、これね、はい、ちょっと発表の前に言っとくけど、うん、何パ・リーグはある程度、はい、あの人で決まりかなと思うけど、うんうんうん、セ・リーグっていうのは俺どっちに輝いたのか、はい、誰と誰で、いや、だから村上と、はい、あの近本、はい、阪神の、うんうん、この一騎打ちだなって思ってたし、そうですね、で村上は2年目、はい、近本は、はい、もう本当のルーキーという、今年1年目というね、だからどっちが取るのかなってすごく興味は深いよね、はい、そうですか、はい、どっちからいきますか。じゃあセトパの新人をどっちから、いや、もうセ・リーグいきますか、はい、セ・リーグはヤクルトの村上選手です。なるほどって、まあどっちが取っても納得なんだよ、うんうん、だからもう村上のあの勝負強さとかさ、はい、ホームランの記録塗り替えたとか、うん、まあ打点王争いもしたとかさ、はい、いろいろ考えると、ああそうだろうなと思うよね。そうですよね、うん、ただまあ得票数が168だったんですけれども、はい、阪神の近本選手129だったので、まあ、迫ってはいたんですよね。惜しかったね、はい、うん、ただ近本も俺とっても納得してたよ、うん、だってよくやったもん、チーム引っ張ったもん。そうですよね、それと今までね、阪神が足だ足だと言いながら使えなかった、うん、ね、武器として、はい、でも近本が入ってくることによって足も使い出したみたいな、うん、なんかこう阪神に刺激を入れたよね。だからそういう活躍もできたし、だからそういった意味ではどっちがとってもなんか納得してた、うん、うん、結果は村上になったかもしれないけど、はい、なんかそんな感じがする、うん、ただ村上のその今後の魅力、はい、果てしないね。いや、無限大に広がりますね。無限大に行くね、うん、で、ある番組で畠山、はい、ヤクルト今年引退して二軍のバッティングコーチになるんだけど、来年村上打つかっていう質問に対して、いや、あいつは絶対やりますという、うん、やっぱ性格的にはやっぱ強いらしいね。そうなんですね、うん、精神が。だからこれからバーッといくだろうし、うん、近本はなんかこう社会人出身だから安定した力をずっと維持してくれるような、はい、でも村上は今後どんなバッターになっていくんだろうという、はい、かなりの伸びしろを感じるんだよね。もうじゃあ村上選手に関しては、はい、その例えば侍ジャパン将来まあ一角を、うん、クリーンアップの一角を、はい、打つぐらいにはなってほしいよね。ただ宮本曰くやっぱ守備が全くなってないというようなことを言ってた、うん、でもあの打つだけで評価された人っていうのはそんなにいないんだよね。やっぱりね、歴代見てても、まあ王長嶋さんっていう方がいらっしゃって、やっぱ守備も一生懸命やってたし、守備もうまかった、うん、で落合さんもあのファーストの守備とか、はい、まあセカンドとかだったら評価されなかったけど、ファーストの守備とか
うまかったし、まあ、清原だってそうだよね、はい、清原だってあの守備もうまかったし、なんつってもスローイングが良かったよ、うん、みんな共通して言えること、はあ、そうなんです。でもそれは、ね、強いて言えば何かというと、キャッチボールの基本ができてるという、野球の基本というのはキャッチボールに詰まってるから、はい、だから村上にはこれから守備をやる上で、いや、キャッチボールだけは丁寧に大事にしてほしいと思う、うん、これがやっぱ守備上達の第一歩だから、はい、サードをやらされて、まあ、キャッチャー出身だったんだけどね、サードをやった時にやっぱスローイングに難点があった、うん、だからこの賞に恥ずかしくない、将来を見据えたことを考えるんであれば、やっぱそういうことも考えてほしいなと思うね。そうですね、うん、でもよかったね。そうですね、新人王を取れて、はい、さあ続いてパリーグです。はい、もうパリーグはどの選手か大体、まあね、海野か高橋で、あ、まあ、この2人かなっていうふうには思ったけど、はい、同じソフトバンクで、そうだね、うん、まさに、はい、はい、その2人がやっぱりこう競ってたというか、うん、まあ、はい、高橋嶺選手が取ったということで、はい、まあ、競ってたというか、もうでも圧倒的ですね、206と30秒、いや、まあ、途中まで競ってたと思うんだけど、はい、でも途中からこう貝野が調子を崩し、うん、まあルーキーだからね、はい、弱気になる時も俺みたいにあったと思うし、うん、だけど高橋嶺っていうのはずっと安定した先発としての力を保持してくれたよね、はい、だからそういった意味ではすごく納得するし、また新たなこうスターが誕生したという感じがする。そうですよね、だってあのクライマックスシリーズも、はい、日本シリーズもそうですし、その後のプレミア12でも、うん、すごい活躍じゃないですか。いや、だから大きな舞台でね、はい、自分の力をいかんなく発揮できるっていう度胸の良さ、はい、あとね、やっぱテンポがいいわ、やっぱ自信があるんだろうね、うん、すごくテンポがいい、はい、でピッチャーの良し悪しっていうのを見るときに、やっぱり一つテンポっていうのがあるんだよね、うん、だから高橋嶺っていうのものすごくテンポがいい、まあ、ああいう投げ方っていうのはもう本当に少なくなってきたじゃない。少ないですね。少ないでしょ、うん、でもう日本の宝になっていくよね、国際試合に関して言えば、はい、もう本当に宝になってるし、うん、でああいう変則っていうのは海外にはいないしね、だからすごく将来が楽しみというか、日本を背負っていくというか、はい、なんかそういうピッチャーになれる素材だなと思うし、はい、まあ海野も、うん、プレミアですごい力を見せてくれたよね。そうですよね、うん、ただまあ新人王ということに関しては差はついたけども、はい、うん、なんかすごく新しいスターが、まあ、誕生したなっていう感じがするね。そうですよね、うん、なんか最近の新人王とか見ても、うん、もうなんか本当に1年目ルーキーだった2年目からどんどんその1軍でバリバリ活躍してる選手っていうのが本当に増えてきたね。すごいですよね。まあ度胸の良さというか、はい、動じない感じがするよ、はい、ただ一つ言えば精神的に追い込まれた時に少し物差がある、まだ若いっていうことでね、はい、だからいろいろ人生勉強も重ねて、うん、そういう精神をこう安定させるようなそういうものも習得してほしいなって思うよね。うん、豊さんの例えば時代ってルーキーでもう本当に一軍、うん、最初から一軍でバリバリ活躍してた選手って、うん、多かったですか？いやー、でもやっぱ特別な人だったよね。だから俺らの時は原辰徳が取ったし、うん、同級生のね、でその1年前が岡田明信という阪神の、あ、はい、岡田さん、うん、だからやっぱ特別感があったよね。なんていうのかな、まあ新人を取ってダメになっていく人っていうのはそんなに歴史的に見てもそんなにいないと思うんだよね。やっぱり力ある選手なんだよね。なんでしょうね、うん、もう最初からそうそうそう、うん、だからそれに引っ張られて俺らの年代は原辰徳に追い越せ追い抜けじゃないけど、ね、なんか目標にしたし、まあ岡田さんの代もそうだったと思うし、はい、だから彼らもそうやって追われる存在になってるよね、うん、あいつに負けたくないとか、そうですね、うん、だからそういう意味ではなんかいつまでも目標であれるような、はい、まあ、選手でいてほしいなと思うよね。
そうですね、活躍を続けてね、うん、でも新人を取ったらそこをまたキープ、またキープというかさらにどん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 上を目指していかなきゃいけないプレッシャーっていうのも出てくるわけじゃないですか、まあ、でもそのプレッシャーを楽しむんで、うん、あそれをまたモチベーションにしてね、はい、頑張ってほしいと思うけど、はい、まあセリーグは3番目誰なの、うん、3番目は阪神の、うん、木浪、あ木浪ね、選手ですね、まあ、あの1票、あまあそんなもんなんだ、そうなんですよね、うん、パリーグはパリーグは西武の松本選手、まあ、4票、あまあ出遅れだからね、でも面白いね、セリーグは野手、あパリーグは全員ピッチャーという、なんか象徴してる感じですか ね、パワーこうピッチャーだし、パリーグはっていう、だからまあピッチャーの質が悪いのかなっていう、あセリーグはパリーグよりも若干、うん、だから打たれてるって感じだよね、なんか頑張ってほしいですね、まあ、セリーグの、うん、でパリーグはパリーグで、うん、あのピッチャーが抑え込んでるみたいな、いいバッターたちをみたいな、じゃないと賞にありつけないみたいな、あそ、なんかそんな感じがするよね、あるんですかね、うん、まあでもね、今名前が挙がった選手たちは、はい、やっぱ将来的にねプロ野球を背負っていくような、うん、まあそんな活躍をね、はい、期待してますよ、そうですね、そうですね、うん、はい、最優秀新人を取ったお二方、はい、おめでとうございました、ありがとうございます。